こんにちは、キエドアです。今日は次の重心化予想をやっていこうと思います。まあ、今月なんですけども、ポセイドン、ガネーシャというふうに水と光が来ました。残りね、火と黄と闇が残されているんですけども、まず黄はね、ちょっとミョルニルの印象がまだ残ってるんで、今回は来ないかなと思ってます。なので火と闇をね、予想していくんですけども、このポセイドンとガネーシャに共通する点を見つけました。それはまずナンバー2000番台っていうところと、もう一つがそのシリーズの中で一体重心化してるところが今回重心化しております。例えばポセイドンなんですけども、ポセイドンのシリーズはアレスがすでに重心化しておりました。なのでシリーズでいうと2体目の重心化になりますね。でガネーシャなんですけども、ガネーシャはサラスバティが1体重心化してたので、これも2体目の重心化という風になります。そんな感じでシリーズで1体重心化してるキャラが重心化してるんで、それを予想していこうかなという風に思います。まずナンバー2000番台の火なんですけども、該当するキャラは2体いました。まずはガウェインですね。すでにパーシバルが重心化しております。で次にエリザベス、カラミティジェーンが重心化しています。でまあ、どっちかって考えたところ、ちょっとね、最近その超究極のね、オーバーホールで状態上回復のキャラが出たっていうところなんで、エリザベスは温存するんじゃないかなと思ってます。なんで今回はガウェインですね、こっちが来るかなと思ってます。ちょっと前も予想したんですけども、なかなかにもう使わないキャラっていう風になってきてるんで、まあ、どっちも両方とも強いんで、できたら貫通の弱点キラーとかなってくれたらすごく嬉しいんですけども、まあ、8ターンのね、反射変化とかあったら使いやすいんじゃないかなと思ってます。次闇属性なんですけども、闇属性は3体該当するキャラがいました。まずアンソニー D ですね。でベビーアークが重心化しております。次はね、オベロンですね。ティタニアがすでに重心化しております。で最後なんですけども、リチャードですね。カメハメハがすでに重心化しております。でまあ、この中でどれかなっていうふうに考えたんですけども、まあ、オベロンはちょっと僕の中では後回しですね。でリチャードかアンソニー D のどっちかなんですけど、リチャードはワープ玉法人対応なんですよね。で次の光号術アリアがまだギミックわからないんですけども、このワープ魔法人で見たところ、カエサルがいるところなんですよね。なんでこれが重心化しちゃったら結構いきなり強くなるので、いきなりそんなことは絶対モンスター運営さんはしないから、新キャラとかでね、適正キャラ出すと思うんですけども、まあそういう点を踏まえた上でリチャードはまだ重心化しないんじゃないかなと思っております。なので今回の闇属性の予想はアンソニー D でいこうかなと思っております。友情はツインバーティカルレーザー入れると強いんですけども、まあ飛行ウィンドブロックとちょっと器用貧乏なところがありまして、ステータスもね結構低いんで、まあ、そんなに使われるところがないかなっていうふうに思いますので、まあ、神化のユニバキラーはどうするかわからないですけど、まあ進化ベースで来てくれたら嬉しいなっていうふうに思っております。なので今回の第一予想はガウェイン、そして第二予想がアンソニー D でいこうかなと思っております。法則性見出したら大体いつも裏切られるんで、まあ、どうなるかわからないんですけども、よかったら皆さんの意見も聞かせてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではバイバイ。